ヘイトビヒマリアインマクラアタミハイライグナティアフォン、エスターライヒトスカーナは、オーストリア帝室の文家、ハプスブルクトスカーナ家出身の大皇女。オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世の外孫。フランツザルバトール大公と、その妻で皇帝フランツヨーゼフ一世の末娘、マリー・バレリー大皇女の間の、第四子、次女として生まれた。洗礼式は、 祖父皇帝の別荘カイザービラの大広間で行われた。姉のエラと一緒に教育学者、発達心理学者、エルザ・ケーラーを養育係として育った。1918年4月24日にバルゼー城においてベルンハルトツーシュトルベルク・シュトルベルク伯爵と結婚した。伯爵夫妻はマニゴナン4女、計9人の死女を設けた。ヘイトビヒは母から結婚の贈り物として、 チロル地方シュトゥーバイアルプス山中の旧体、狩猟養生館の所有権を譲渡された。これは、祖父皇帝が1893年に購入し、1916年に母が相続していた上館だった。1949年、ヘイトビヒは結婚してから住み続けていた旧体の屋敷の傍らにスキーリフトを設置するため、欧州復興計画借館からの融資を求めた。 当時のオーストリア通商、経済復興担当省エルンスト・コルブは、利益の再産性が見込めないとして、彼女の申請を却下した。1952年、未亡人となったヘイトビヒは城を改装し、スキー客向けのホテルとして開業した。1970年に死去し、意外は、ハルシエー墓地にある、白爵一家の納骨堂に埋葬された。詩人、文筆家、 フリードリヒレオポルト2シュトルベルクシュトルベルク伯爵の彦、政治家、ヨーゼフテオドール2シュトルベルクシュトルベルク伯爵の孫で、一族はベストハイム醸造所の経営者であった。母はアメリカ人であり、自身もアメリカ合衆国ミネソタ州マンケートで出生している。ジャグドシュロースクーインハット、プレスベレクトウーバースコリフトインクータ隊、ハットホテルはヘイトビヒの4男で、 共同経営者のカール・シュトルベルク・シュトルベルクが引き継ぎ、2014年時点の経営者はカールの長男クリスティアン・シュトルベルク・シュトルベルクとなっている。ありがとうございます。